Moxie Updates Today。 でお時間をいただきありがとうございます、はい、エキサイトマッチの生中継の後、はい、ということで、はい、カシメロ対リゴンドーの一戦を解説していただきました、はい、どんな目線でご覧になってました？まずは、まあ、対戦する可能性がある選手なんで、まあ、対戦したら自分ならどう戦うかっていうところを、まあ、一番重点を置いて見てましたね。その上で、はい、勝者がカシメロということで、はい、WBO のベルトを保持しておりますが、はい、純粋にどうでしたかね今日の試合は。難しい、何を言うにしても難しい試合。戦前の予想は確か、ね、井上選手は予想は、リゴンドが勝つなら判定か KO でカシメロが勝つなら KO、はい、なんでもうこの予想はしてなかったです。まさかの判定でカシメロということになりましたが、カシメロはもう全く想像してなかったですね。まあ、でも試合内容としては、はい、大方の予想通りだったんじゃないですか。うん、内容は、うん、あの展開、うん、追うカシメロ逃げるリゴンドになる予想でしたけど、ただそれが判定までいけばポイントはリゴンドが取るであろうっていう多分予想が多かったのかなって思う中、逃げるリゴンドが全く手を出さない、だから、勝ちたいのか何なのかわからない。あの解説の間もおっしゃってましたけど、もしこれリゴンドが勝利していて、はい、井上選手と戦うことになった場合、はい、この戦い方をリゴンドがしてきたらどうするんでしょうというお話もされてましたね。まあ、展開はさほど変わらないかな、もう少し駆け引きはしますけど、ただやっぱ追う形にはなると思うんで、だから倒し切るのか、まあ今日のカシメロみたく、手数プレスで勝ち切るのか、まあそのリゴンドがそのサプライズ的なものがないんで、予想はしやすいかなっていうのはあるんですよね。ああ、そうなんですね。まあ、でも結果的にはカシメロということになりましたけど、はい、今日のカシメロ井上選手の目から見て、はい、あ、ここは良かったな、逆に穴だなと思ったところはどんなふうに映りました？でも今日のカシメロに関しては、まあ、やれることを全てやってたのかなとは思いましたけどね。あのリゴンドに対してプレスをかけまくりで、まあそのまあ見栄え的なもので判定まで持っていく、まあやれることは多分あれしかなかったと思うんで。だいぶイライラしてましたよね。まあ、あれは誰でもしますね井上選手でもしてます、はい、いやすると思いますよ。逆にカシメロを倒すイメージというのはどうでしょう？カシメロを倒すイメージの方が湧きやすいです、今日の試合も含めて、はい、ここをさらによく見えたなというところはありました。まあ、多分その、まあ、1ラウンド目から出てくるのはもう重々承知というか、そこに、まあ、自分は多分逃げるんじゃなくて迎えると思うんで、はい、今日とは全く違った展開、全く違った展開で、まあ、先に当てた方が倒すんじゃないかなと。なんだかヒリヒリする一戦に。そうですね、まあ、この先のことですからね、はい、またこれからきっといろいろと、ね、陣営の皆さんとどうなるか楽しみにしております、